ジャル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 。はい、もしもし。あ、もしもし。おお、どうしたの、こんな遅い。あ、すいません、ちょっと来週の水曜日なんですけど。おい、どうしたん。先輩が働いてる居酒屋あるじゃないですか。お、花道。はい、あっこでちょっと予約取りたいなと思って。あ、マジ。はい。おー、中学の時のちょっと同級生と集まろうかみたいな話してて。あ、それ何人ぐらい集まるの。8人なんですけど。あ、そうなの、はい。そうやったら俺言うとこかで予約取っとくか。あ、ほんまですか。ここで今じゃあ伝えさせてもらって大丈夫ですか。オッケーオッケーオッケー。よかった。いや、どこの店がいいかなと思ったら。ちなみに何曜な。あ、だから来週の水曜日。ああ、じゃあ、はい、ほら入ってるわ。ああ、マジですか。うん、ほらじゃあちょっと予約一応で聞くわ。詳しく聞かせて。はい、じゃあ来週の水曜日。おう、8人。8人。うん、いける？ん？ 8 人。8人。うん、あれがあんねんけど、この、どっちがいいかな、座敷か。あんねんけどって。ん？座敷かテーブルどっちがいい？あー、じゃあ座敷かな。座敷。うん。オッケーオッケー。8人で個室でも半個室、それとも個室関係ないか。希望がもしあれば。個室？うん。オッケーオッケー、個室ね、8人。はいはいはい。いけんの？あ、いけるでさ、うん、あの、まだそこ、いけるで、そういうの入ってなかったと思うから。うん。いけるで。で、誰が予約？代表は。あ、いやいや、俺、うん。ん？俺。俺やて。おう。え？んで？今予約中やんな。うん。ん？今予約中やん。予約中、予約中。うん、うん。うん。いや、ほんで、どうする？料理とか。コースにするか。あ、そうなんね。それじゃあ詳しく教えてもらおうかな。コースやったら、うん、飲み放題つけるかつけへんかに変わってくるんだけど、それどうする。だいたい3杯以上飲めば、店変えようかな。ん？めちゃくちゃやん、店員の態度。あ、じゃあ、うん、飲み放題つけようかな。めちゃめちゃ飲むやつおるから。どういうこと？熊園っていうやつがめちゃくちゃ飲むんだ。なんやねん、お前。今ど、え？予約中ですか？どっち？うん。ああ、ないか。うん。それで、飲み放題で。誰にタメ口使ってんの？いやいや、誰にタメ口使ってんねん。客やぞ、こっち。え、今予約中？どっち？いや、ちょっと待って、今俺、今ちょっと今予約の話してる。ああ、すいません。予約中やと思って、すいません、すいません。はい、どうされました？いや、何やろ、その態度。え？あ、いや、今予約してないです、僕。予約中じゃないですよね。はい。うん。すいません。はい。どうされました？いや、店が、僕、あんま詳しくなくて、そうやったら、先輩働いてる店が、一番、うん、いいかなと。予約俺は取っとくよ。あ、はい。だから、ちょっとすいません、こんな時間にちょっと、はい。これ、まあ、なんていうんですかね、この、裏技っていう裏技なんですけど、直接先輩に電話してっていうのを、店通さずにっていうのがいいのかなと思いながらも、させてもらったんですけど、それ大丈夫なんですよね。え、いいよ、いいよ。あ、よかった、すいません。来週多分入ってないし、予約どこも。あ、うん。おう、ほんで、いいですか。だから、飲み放題つけるのつけへんの。これ予約の電話ですよね。うん。うん。飲み放題つける？うん。めっちゃ飲むやつおるから。あ、ほなら、じゃあ一応コースがあって、その、飲み放題も、プラス1500円かプラス3000円があって、プラス3000円って全部のお酒いけんねんか。でプラス1500円やったらビールとかチューハイしかいかれへんねん。この店こんな接客荒いの。店変えようかな。お前なんやねん。いやいや、あんたがなんや。ちょっと待って、利用すんねんで。今ちょっと理解しがたいねん。これ予約の前、今ってさ、今上下関係崩れてる状態ってこと。上下関係って今店員と客として喋ってるってこと。当たり前やん。予約やろこれ。いや、俺ら上下関係あるやん。あるよ。え、大学の先輩後輩やん。ああ、ごめんなさい。今予約の電話やと思っちゃって。すいません、すいません。ごめんなさい。いや、ちょ、待て。どういうことやねん。すいません。はい。もちろん。ねえ、お前、はい、店員と客の立場の電話になったら、お前そんな口調なんのか。いや、もちろん客の方が偉いんで。はい。最悪やな、お前。なんつったお前の。いや、すいません。いやいや、今は全然。客じゃお前そんな意味あったん。怖いとして喋ってます。はい。いや、ずっと後輩として喋るよ、そんなもん。いや、あんたって店員やねんから。え、どういうこと。すいませんえ、ちょっと待って。え、店員と客だったら店員じゃないですか。なんかそのフレンド居酒屋みたいなもんです。え、基盤にある上下関係ってなくなんの。
店員と客になった瞬間。いや、だって客が、はい。え、俺らさ、上下関係基盤にあるやん。あ、もちろんもちろん、もちろん、上回ってますよ。客の時ももちろん、先輩やなとは思ってますよ。はい。お前、それは知らない。お前な、ちょっと待って、お前じゃどこの店行っても店員に対してそんな態度なの？いやいやいや、だって、そんな。だってって何？当たり前じゃないですか。恐ろしいよ、お前。お前、お前も一回考え直せよ、お前、いろいろ。ああ、わかりました。いろいろ。店変えます。なんか、こんな店員が偉そうな店はさすがに僕もリラックスできないんで。はい。別に先輩に偉そうに。俺やで、店員。ああ、はい。先輩に偉そうにされるのは全然構わないんですけど、はい。店員に偉そうにされるのだけはちょっと僕、勘弁な。ね、はい、俺が店員になった瞬間に、基盤にある条件関係なくなるってことやな、はい、お前の考えとしては。あ、いや、もちろん客と店員なんで。はい。例えばやで。はい。めちゃめちゃ例えば話するで。あ、はいはい。あ、お前のお父さんが、はい。な、どっかの居酒屋で働いてます。はいはいはい。お前がそこの店行きます。はい。ほんなら、お父さんって言うやろ。いやー、居酒屋でお父さん働いてないからイメージできない。例えば言うてる。あ、いやいや、わかるんですけど、イメージができない。お前ね、じゃその場合な、基盤の親子関係なくなるのか。いや、どうやろ。え、どうやろって悩む時点でおかしない。イメージできない。なくならないですよ、そんなんて言うとこじゃ。いや、イメージができないですね、いかんせん。どうやろ。それはごめんなさい。じゃあまあまあ前は、俺って先輩やん。もちろん、もちろんです。はい。大先輩です。で、なんも知らずに、はい、居酒屋入って、店員が俺やった場合、はい、上下関係、この基盤なくなるの？いやいや、それは、お先輩ってなりますよ。なんで？おい、生一つ。何だめ口なんだよ、そこ。いや、客と店員やから。え？いや、なんか、そうなんすか？お前それ、やばい、はい、とこが2個あってや。はいはい、その考えが根本的にやばいのと、はいはい、店員に対してその態度ないわ。いや、でも圧倒的に上やから。はい。圧倒的に上？あ、はいはい。あ、違うんですか？すいません。お前、そんなんやから恋人できたことないね。あ、いや、そうなんかな。すいません。お前、多分、はい、その、好きなこと飯行っても、お前、店員さんにその態度取ってんねやろ。どんな態度ですか？それ多分一発アウトやで。どんな態度？なんでしっくり来てへんの？いや、わかんない。すみません。僕、どんな態度取ってるかわかんなくて。ちょ、お前、今度なんか、はい、サークルのみんなに、俺言うわ。しっかり説明するわ。これ、はい、お前、わからしとかなあかんわ。あ、はい。お願いします、お願いします。お前のこの異常性というのを、ちょっと、自分で理解し。店変えます。はい。店、それどういう判断で店変える？いやいや、さすがにリラックスできないんで、そんな。俺がおるから、先輩がおるからってこと？あ、いやいや、そんな店員おる店はさすがに。それはそんな店員って俺のことやんな。あ、そうです、そうです、はい。あ、そうです、そうです、そうです、じゃなくてさ。はい。こんな店員、そんな店員、あんな店員、なんて言うんですか、わかんないですね。電話の場合。そこして来てんちゃうの。はい、はい。一回学ぼう、いろいろ。道徳、わかりました、わかりました。道徳、モラル。道徳の授業ってなんか、小学校の時とか、なんか楽でよかったです。あ、わかるわかる。はい、これ何の授業だと思ってたの？思いました、はい。店変えますわって、とりあえず。うん。はい。お前でも、ちょっとだけ言わせてくれ。はい。店員さんにやったら敬語使え。店員さんって何や、そのボケ。お前みたいな人おんねん、ほんまにたまに。いや、もう、ひれ伏してもらわんと。ほんまに、恐ろしいこと言うてんな、お前。あ、いや、はい。マジで、ちょっと一回その感じ、ほんまに改め直すわ。うん。改め直す。お前みたいな人ほんまあかんから。うん。客が偉いとかないから。いや、あるわ。あ、ないわ。何のボケ。ほんまに俺、しっかりお前と目見て。珍しい店やな。わかりました。はい。はい。はい、すいません。うん、うん。うん、また明日。うん、ほら。あ、そうそう、今。あ、すいません。ありがとうございます。すいません。失礼します。失礼します。失礼します。何やねん、失礼しますって。